ヤクルト奥川トミー・ジョン手術するかもしれない、しないかも。スポーツ紙はこぞって復活ののろしと書き立てましたが、本人は周囲に肩肘の不安を口にしていたようで、嫌な予感が的中した形になりました。関係者からはトミー・ジョン手術を進める声も出ていますが、メスを入れずに復活を探る奥川の判断がいいのかは不明。もし手術に踏み切るなら1年以上もシーズンを棒に振る、ドラフト1位入団選手ですから、球団も回復を待つ猶予は与えると思います。今後は決断を下すかどうかの一点に関心が集中します。球団 OB するかもしれないし、しないかもしれない。プロキャッチボーラーに新たな道が、おったな、そんな人。プロキャッチボーラー、こいつはもうどうでもええわ。フロントどころかファンも奥川を計算に入れてないやろ。高津が潰した野手の監督ならとっくに説得してる。キャッチボールだけで金取れる超一流選手、意味のないプライドかなんかで全て無駄になったな。保存選んだくせに2年以上登板なしとか派手にやばいやろ。人体なんて一度ちぎれたら再生しないのに。復活とか言うけど、そもそも年間通して投げたことないだろ。だったらは予選やもう2年くらい無駄にしてるやん。今さら TJ 手術はできないという決断に至ってそう。そもそも怪我の状態を隠す意味がわからない。保存のメリットって復帰までの期間が短いことしかないのに2年かけて再発してて草。ご視聴ありがとうございました。